新生キンプリとナンバーアイの未来に期待。王道アイドルと新たな音楽路線の熱いパフォーマンスに注目が集まる。10月20日から22日にかけて、神奈川県横浜に新たに誕生したコンサート会場、K アリーナ横浜でキングプリンス、キンプリのアリーナツアー、キングプリンスイブトゥ千2023らピースから、神奈川公演が開催されました。 ピースは金プリから平野市、陽二2 6歳神宮寺優太20、5歳岸優太20、8歳の3人が脱退し高橋海人24歳と長瀬恋24歳の2人体制になって初のアリーナツアーです。この記事では、新生金プリと脱退メンバーに焦点を当て、彼らが直面する王子様の壁について探求します。新生金プリのアリーナツアー、 キンプリの王道を進む8月27日に宮城県赤水ハイムスーパーアリーナからスタートし、12月9日の市国際展示場まで全国7都市24公演が予定されているキンプリのアリーナツアー、ピース。このツアーは、ジャニーズ、ン・スマイルアップの王道とも言える、キラキラしたアイドルらしいコンサートとして観客を魅了しました。 歌やマックの他にも、スクリーンに映し出される二人の笑顔の VTR や、掛け声でのファンサービスなど、ファンに寄り添う要素が満載で、デビュー曲、シンデレラガールも二人の像で披露されました。一つのファンからの感想によれば、チャレンジングな感じ、新たな意欲に溢れているというよりも、ファンに寄り添うような優しいライブだったと思います、とのことです。 長瀬角が、俺には天がいて、天には俺がいて、僕たちには皆さんがいて、これ以上のことはないと思います。と、二人体制に移行してからも応援してくれるファンに思いを馳せる場面もあり、多くのファンからは感動的なコメントが寄せられました。これまで一緒に参戦していたガンタも、ピースの公演を楽しんでいたことから、 キンプリのライブへの愛が変わらないことが伺えます。新生キンプリの未来、ファンの期待と、脱退メンバーの新たな挑戦新生キンプリが新たな道を踏み出す一方で、平野志要、神宮寺裕太、岸裕太の脱退した3人は、滝沢秀明氏、41歳、が立ち上げたエンターテインメント会社、戸べ、に合流し、10月15日にナンバーアイ、ナンバーアイ、 の結成を発表しました。滝沢氏は東京ドームで騎士の合流発表を行いましたが、すでに女性セブン、小学館の2023年春に複数のドームを予約し、所属アーティストのお披露目とも兼ねたイベントを計画していると報じられて、ファンからは新生金プリと飛べの未来に期待が高まっており、東京ドームでの合流発表に関して、興奮の声が広がりました。 複数のドームの予約と合わせ、滝沢市の計画についても噂が広まっており、新たな展開への期待が高まっています。新たな音楽路線への挑戦、平野紫耀のダンスへの情熱新生金プリとナンバー、I、それぞれが異なる道を歩む中で、新生金プリは王道のアイドルイメージを維持しながら、ファンに喜ばれるコンサートを展開しました。しかし、 新生金プリ脱退メンバーの中で特に注目を集めているのは平野仕様です。彼はアイドルのダンスとは異なる本格的なダンスパフォーマンスで知られており、特に一番や月読みの振り付けを担当したダンサーで振り付け師のリーハタトップのコラボダンス動画を投稿し、音楽活動に向けた意欲を示しています。 また、エルジャパン、ハースト夫人が放射の11月号でのコメントからも、彼の新しい音楽路線への意欲が伺えます。ナンバー・アイの挑戦、過去の自分たちとの戦い一方で、平野、騎士、神宮寺に対するファンの期待は根強く、彼らの王子様としてのイメージはまだ色あせていません。特に、ファンからの神宮寺への要望は、 金プリ時代の王子様姿を求める声が多く、彼らが新たな道を歩む際には、ファンの期待に応えることが必要です。これから、金プリとナンバー・ I はどのように進化していくのでしょうか。彼らは過去の自分たちとの戦いを乗り越え、新たな方向性を確立するために、今まで以上に熱いパフォーマンスを披露する必要があるでしょう。金プリのアリーナツアー。 ピースとナンバー・アイの結成により、ファンの間には新たな展開に対する期待が高まっています。両グループがそれぞれの道を歩む中で、過去とのつながりやファンの期待に対する対応が重要となってきます。キンプリは王道のアイドルイメージを維持しつつ、新たな展開を模索しています。一方、ナンバー・アイは過去の自分たちとの戦いを乗り越え、 新たな音楽路線を確立するために熱いパフォーマンスを披露することが必要です。今後の両グループの動向に改めて注目が集まっています。